プルプル、サラリーメタリンの世界一当たらない折り紙反省会。どうもどうも、サラリーメタリンでございます。2024年9月第2週の振り返り反省会です。シオンステークスの結果がこちら。本命フォーエリートが6着、ヒモ候補が2、4、5着で惜しい外れでした。勝ったクリスマスパレードは前走の関西オークスという地方ダーツだったので切ってしまったのが大きなミスだったのかもしれません。ひょっとすると来年以降、このローテが春のクラシック戦線に乗り切れなかった牝馬の一つのパターンになるかもしれません。チェックしておきましょう。続いてセントールステークスの結果がこちら。本命東進マカオ1着も穴候補が大惨敗、ボックス買いが響いて馬券としては取れませんでした。東進マカオを信じて副賞だけでも買えなかったか、生実家不安要素に取りつかれてワイドボックス買いのみで勝負しようとしたのが災いしたと言えるでしょう。京成杯オータムハンデの結果がこちら。本命ディオが6着、ヒモ候補アスコリピテーノ、サンライズドラウドが1着3着に入っており、縦目となってしまいました。ひょっとするとこちらをワイドボックスで買うべきだったのかもしれません。そして2着のタイムトゥーヘブンは出遅れからの追い込みが前走2走前の新潟東京で見られて、もう少し上位に入っていれば勝ってかもしれません。ですがこういったタラレーバーはちょっとやめておきたいと思います。ということで今週は全敗、自分の悪い外し方が全部詰まった週となってしまいました。そして来週ですがこちら、9月14日開催のケフェウルスステークスの予想を9月13日、9月16日開催のセントウルステークスの予想を9月14日にショート動画で、そして9月15日開催ローズステークスの予想を動画で、9月13日に お送りしたいと思います。そして9月11日のデータチェックライブはローズステークスの気になるデータチェックしていきたいと思います。ではでは、また来週。Thank you.